今回のスピーチューブは取れたてです。町桜担保、今回は京橋から岡山城周辺を歩きます。あなたが見たことのある場所もあるかも。町桜、この動画を見れば今週の平日の混雑状況がわかると思います。それでは最後までよろしくお願いします。はい、というわけで今日もね始まります。今日は京橋に来てます。まあ、この下ねもともと船着き場で、こっからね大阪とか京都とか行ってたみたいですけど、まあ、岡山市内の桜をね見ていこうかなと思います。咲いてますね。もう綺麗に咲いてるんですけどね、もう桜の葉っぱがね、まあ、咲くというか、まあ、開き始めてるというかね、そういう感じです。早速行ってみましょう。はい、京橋朝市、毎月第1日曜日開催ということです。開催なんですけど、まあこちら工事してますね。改修工事整備ね。いや、登録有形文化財と、こんなところに夏目漱石の、夏目漱石の岡山通り、岡山、はい、ね、綺麗に咲いてますね。ここは、水の手公園、はい、今日もね綺麗に咲いてます。いいですね。こちらもねちょっと変わった遊具があります。飛行機の形をねしてる、なかなか見ないですよね。はい、県庁通りですね。まあ、ちょっとなんか栄えた感じがねしますね。
はい、まあ、以前ちょっとあの東岡山の方でお世話になった福沢さんです。今日は定休日なんですけどね、あの唐揚げがねめちゃめちゃ美味しいんですよね。岡山スタイルとね、あの九州スタイルの唐揚げがあるというお店です。ここね焼肉屋さん、まあ、以前も一回行ったことあるんですけどめちゃめちゃ美味しいです。ここは、はい、昼からやってるみたいです。はい、というわけでこれから石山公園に向かおうかなと思います。まあ、これね目の前に見事な石垣があるんですけどもね、これ岡山城の関係のねものなんですよね。岡山城石山門跡ということです。はい、でこちらがねこの RSK 山陽放送、ね、毎月土曜日、毎月ど、第4第5土曜日ね土曜番長に僕もコーナーで出てるんでぜひ聞いてくださいという宣伝でございます。でこのねずっとね先を越えたところに石山公園があるんですよね。まあ、そんな大きい公園じゃないんですけど桜が咲いてるという話をよく耳にするのでちょっとそちらの方に行こうかなと思います。はい、石山公園に来たんですけどね、なかなか来ることない場所でもあるんですけど、こうやって桜が咲いてますね。はい、でそこからのこの岡山後楽園ですね。はい、続いてなんですけど、この石山公園から川を越えた先に見えるのが後楽園ということですね。この後楽園の外の方にも桜が咲いてるということで、そちらの方に今から行ってみようかなと思います。はい、レンタルボート800円。というわけで正門から行きます。こちらが後楽園の外に咲いている桜ですね。見事な立派な桜ですね。今回は後楽園内は省略いたします。という感じでまた綺麗にね咲いてますよね。でこれから、旭川の河川敷に行こうかなと思います。もう岡山といえばもうここというようなあの有名なね桜スポットとなっております。はい、というわけでこの後楽園の旭川沿いの河川敷に来たんですけどもね、むちゃくちゃな量の車が平日なんですけども止まってますね。平日なんですけどね。これ週末になったらねもう結構やばい感じなのかもしれないですね。想像はしたくないんですけど、大人気桜ということです。今年もなんですけどもこの桜カーニバルが開催中止ということなんですよね。だから屋台とかそういうのもやってないということなんでしょうね。それでは早速ねこの桜を見ていこうかなと思いますね。見事な桜が綺麗に咲き誇っている状態ですね。
まあ、今年はなんかバーベキューしてるような人は見えずに、ただね、シートを引いて見ていたりとかいう方々が多いなというような印象でしたね。まあ、でも週末土日はどうなのかちょっとわからないですけども、平日はこんな感じだということで理解いただけたらなと。はい、まあね、ここから見たら普通に人少ないかなっていう感じですね。まあ、人それぞれ桜をね楽しんでるということで、はい、というわけで今日はこんな感じでお送りしようかなと思います。ありがとうございます。結構ね疲れますね。ぐるっとね一周するような感じだったので、まあ今週までかなと思いますね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。ちょっと最後にね、個人的にやっぱり豪がいいですね。にぎわってる場所よりこういうねひっそりと咲いてる桜の方が個人的にはすごい好きなんですよね。旭川沿いなんですけども、花のいい香りが、菜の花がね、こういう場所です。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。